いちまさとしさん,さんありがとうございますゆずきちさんハートありがとうそう今日はねなんとリオのおじいちゃんじいじいの誕生日ですイイそう LINE をしましたおめでとうあぶりカらビデ,ディリーサカップケーキにネズミ松戸電器屋さん焼き芋ありがとうゆずきちさんレインボースター水水水アイスクリームありがとうそう たぶんね、今週末ぐらいにご飯に行くかもしれません。楽しみ。そう、なんか、最近忙しくて、リオがね、なんか、お祝いのご飯とかも全然行けれてなかったから、そう、なので、それに全然会えてないんですよ。そう、会える機会も少ないから、その時に手紙も渡そうと思います。ご飯行った時に。 ギフトさんゆずきしさんありがとうございますすーかさん青のハートありがとう福さんお疲れありがとうこんばんはそうじいじいおめでとうしんちゃんさんかわいいありがとうご飯楽しみい。ありがとうみんなこんばんは 自己紹介します。<coughs> SUIO で研究生、中学2年生14歳のリオツンこと岡村リオです。ぜひフォローよろしくお願いします。そして推薦コメントもよろしくお願いします。 あずみんのイベント配信に応援しに来てくれてありがとうこちらがさそうさっきあの, <coughs> あの星が止まってたのと50カウントしようと思ってあずみんがあのなんかカラオケみたいなしとったけそうあのしに行きましたそしてさっきあのあぴにもね応援をしましたごめんてかまだこれ外せてないごめんねまた外しておきますかわいいめな うん、うんうん、そうさっきのアピタあずみの応援をしてきましたで今日は先輩たち研究生2人のビ i s の予選さんの,あのショールームイベントが今日の19時59分までなので皆さん今日あのリオこのあと用事があって家族とね用事があるので早めに終わります19時半ぐらいに終わるのであのリオの,あの配信が終わった後に その後ぜひあの ST48 の参加しているメンバーの配信に行って応援してあげてください応援してね今日の「えご飯はシチューでしたシチューリオちゃんはシチュー好き好きだよめっちゃ好きあったまるよねリオねシチューのじゃがいもがほんまに好きなんよめっちゃ美味しい 昨日お話しかありがとうリオちゃんにメルモルになってしまいましたなんてこった嬉しいありがとうこんばんはめいの <laughs> かわいいみんな、ね、そのあの決勝リオも決勝に進んだんですけど決勝戦がね s t 4トで溢れたらいいなって思ってます はい、逃げたそのワンちゃんがメイなそうなんですそう本当の名前はメイっていうんですけどあの結構前からあの家族の中であの名前の最後に「名を入れるっていうのに流行っててメイなパーナマーナリーナモーナゆうちゃんこんばんは髪型めっちゃ可愛いよえ普通に笑わせとるだけ <laughs> ありがとう <coughs> そうメイナは岡村芽衣です <coughs> そう岡村芽衣3歳継承はペキニーズそうペキニーズよくしとったなんかあのー 研究生もそうだけどペキニーズって言ったら「へえそんな犬種がおるんじゃ」みたいな感じであまり知っとる人がおらんかったそう昨日話しかありがとうこちらこそありがとう楽しかった歌えてえリオツ通配信なかなか来れないけど今日誕生日ですパースメールありがとうロビン・モイさんロビン・モイさんおめでとう歌うよ歌うよ皆さんもぜひ歌ってください よし。似合、今日似合うね、なんか。今日似合いますね、リオ。<laughs> それでは歌います。せーの。ハッピーバースデー、のリボイさん。ハッピーバースデー、のリボイさん。ハッピーバースデー、のリボイさん。ハッピーバースデーの、ーーデーのリボイさん。おめでとういい一年にしてくださーい。 お話会も来てくれてありがとうねー <laughs> おめでとうまたぜひ鹿児島から広島にパフォーマンス見に来てねありがとう嬉しいバースデーメールが来たってことはモアメを取ってくれているということだ嬉しいありがとうじいじと同じ誕生日だねすごい運命 キルシー似合う、そうこれお気に入り <laughs> これねキルシーっていうねあのブランドなんだけどねこれねさくらんぼですそうりんごじゃないさくらんぼそう昨日とかもね優香とさくらんぼピースだっけさくらんぼポーズかいね二つの顔をこうよせてこう <laughs> やってやるやつあれ撮った メイのオス・メスどっちメスゆずきちさんクラッカーありがとうこんばんはそうで今日は <coughs> 学校から帰ってきて七並べをしながらメイクをしたりしてで途中であずみとナーピの配信に応援に行ってみたいな感じで 出ましたちょっか塗りをねメイク上手くなった気がするわからんわ <laughs> からんけど <laughs> どうですかわかんないなんかさアクターズスクール広島にいた時にね昔あのそのちっちゃい頃はマーナにあのメイクしてもらってたからなんか青とか緑とかのアイシャドウとかも入れてたりしたんよ派手だった <laughs> てかね、秋になったら、いつも毎回、長野県だっけ長野県から、シャインマスカットが送られてくるんだけど、なんか今年なぜか送られたくなくて、でなんか、みーちゃん、マウナの方のおばあちゃん、みーちゃんに、みーちゃんの家に行った時に、ああ、私送られてきたよって言われて、えリアたち送られてきてないよ今日、今年、と思って、えー、なんでじゃろうと思った。そう。で、なんか聞いたら、 みーちゃん家に代わりに送ったらしくてそうなのでみーちゃん家からもらいましたぶどうをみーちゃん家で食べたよ <laughs> 今朝初めてりおさんとしせなべ対戦しましたありがとううれしいえっしばけん飼ってるんだしばけんめっちゃかわいいよね豆しばとかめっちゃかわいい好きこうたさんうまっありがとう そうリオね、最近ね最近なら並べ頑張ってますそう結構しよる定期的に対戦してるたくさんスケモンさんバラありがとうそういや昨日のツンツン棒どうなった壊れたままそうだよじゃだーん <laughs> どういうふうに折れたんだろうなんで折れたのかな 多分あれだよ別にリオのこ,こリオパワーが強いんじゃなくてなんかこう回してたよねリオがブン <laughs> 回しててそのなんか不思議な力でボキってなった気がするそれとね使いすぎたんよそうこれ見てほしいんだけどなんかキワんどるんですよ全然 <laughs> もう気まんどる多分ねこれ100均で買った気がする でもねもねう売ってないかもしれん期間限定ツンツン棒かもでもね折れたから使いやすいんですよなんか長いなって思ってたんよちょうどいいウフ <laughs> <laughs> ブドウとか今年結構不作らしいよそうなんですよなんかいつもはめっちゃプリッとしててパッチパチだったんですけど今年は普通な感じだった でランキング4位ですリオイエーイ7並べ今月は上位にいます嬉しいありがとうもっと遊んでねそうなんですいいえご利用パワーのせいです違うんです本当にみんなもやってみて本当にやってみてほしいだって普通になんかよくあるじゃんか不思議な力なんか理科とかで習うさ遠心力とかさ分かるんけどそういう力力です こう思ってて多分ブーンブン回してたからなんかの力が働いてボキッとなっただけで別にゴリオパワーがすごいわけじゃないような気がしますてかみんなこ今月のおフィならべなんですけど1位2位3位になった方にはなんとリオのサイン入りチキがあのもらえるんですすごくない そう今月初めてなんですけどあの一二3位の方にはリオの三位入りチェキがもらえるからみんな3位以内に入ってほしいぜひお願いしますぜひねゲットしてゲットするために遊んでくださいたくさん折れたところで手を怪我すんでね確かに怪我しそう。 これは大丈夫な気がするよ分からんそうでよねこのあと用事があって家族とまだ言えないんですけど明日のも雨には書こうと思いますそんな稲殿さんクロッカーありがとうりゅウつんと握手するのがちょっとちょっぴり怖くなったええー、<laughs> でも元々ね怖そうって言われるよよく でもなんか何かに怒ったりとかしなきゃそんなにギュッとはしてないから <laughs> そうだからもしギュってめっちゃ強く握られたらあ何かしたんだなって思えば大丈夫 <laughs> そうのの方は次の日青字ですね DD の方はもちろん次の日青字になります。 マスカットといえば岡山が有名そうなんだでも岡山ってきびだんごが有名なイメージがありますきびだんごきびだんごなんかでもりょうきびだんご食べたことないきびだんごきびだんごってお団子ただのなんだろうお餅かなそうそういえば昨日昨日の夜ご飯キムチ鍋食べましためっちゃ そうで初のトッポギ食べたんですけどなんかなんかめっちゃちっちゃい感じのやつでなんかお餅みたいって聞いてたからなんか結構ねっちょりしてるのかと思いきやそんなにねっちょりしてなくて食べやすくて可愛か,かった <laughs> なんかさニョロニョロおるじゃんニョロニョロムーミンかいねムーミンのニョロ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 みたいな <laughs> 形可愛い,い。 そうリ,オね、リオがお餅が苦手な,苦手な理由はねなんかんか昔なんか結構昔は梨オそんなに何て言うんだろうそのお餅とかもなんか普通のお肉とかでもなんかたまに喉を詰まらせてた人だからそだからお餅とか苦手なんですよ。あのお雑煮お雑煮のお餅とかが苦手で じゃけどあのきなこ餅普通のなんか丸なんか突き刺さってるきなこ餅とかめっちゃ好きだから食べるでこの間作ったあのリオがさあのなんだっけ「中春の名月」の時に <laughs> 作ったお団子はめっちゃ美味しくてパクッと食べたなんか喉にねっちょりがつまらんやつなら食べれます 最近はよく噛んで食べおるけお肉もおのだに詰まらんしお餅も詰まりませんよ <laughs> うこんばんは今日はキルシーのロンティーそうですロンティーロンティーを着る季節になってきましたもうこの季節が本当に好きなんですよもうなんかもう冬の極寒っ,って日もめっちゃ好きだけどこういうなんか涼しい感じぐらいの時もめっちゃ好き これもねお気に入りの服の一つなんです岡山 <laughs> 出身だけどきびだんごほぼ食べないそうなんだねそっかあハムハム宇津海里さんのキャッチフレーズそうトッポギ美味しかったそうモアメにものせました DD って何ですか誰でも大好きです <laughs> リオは DD ではないんですよリオは TD ですから 特別大好きリオは皆さんとは違います <laughs> みんな TT 使ったらダメじゃけんねおお正月お雑煮食べなないのなんか今年のお正月はあの島根のひいおばあちゃん家にみんなで集まって食べてたからお雑煮ちょっと食べたんだけど食べたあとね年越しそばも食べました今年のお正月。 美味しかった四つーツアバターゲットしたよハロ,いいハロウィンすごいかわいハロウィン仕様のオオゴアダイヤモンド衣装かわい,いありがとうえにゃーってしてくれたのかなみんなぜひあのまだアバターガチャの期間やってましてあのねなんかチャレンジ チャレンジのところからあの毎日5個ずつ無料でカプセルがもらえるのでそのカプセルをリオのルームに「ニャー!」って言って5個連続で投げてみてくださいそしたらね何かしらアバターが <laughs> 当たると思いますもし運が良ければリオのも当たる可能性がありますそうあのカプセルね1個単体 投げても当たらないんですよ。そう。もらえなくて、5個連続で投げたらアバター1個もらえるっていう風になってるので、もし10個連続で投げたら、2個アバターがもらえます。じゃあまたトッポギ食べる機会増えそうだね。そうですね。なんか、鍋を食べる機会も今後増えていきそうだっけ。トッポギも入れます。絶対に。今後も。昨日ギャル見た見ました見ましたリネタンさんのギャルめっちゃ面白かった。 かわい,いなんかネイルもめっちゃかわいくてそうめっちゃかわいかったそれなんかなんかねガラケーんかスマホスマホかななんかパカってするさなんか昔のスマなんか携帯あるじゃんあれも持っててめっちゃすごかった暑いの嫌いなのそうなんです暑いの苦手そうなのであのアバターガチャのカプセルは気になる子にあの気になる子その 例えば DD の方で気になる子5人いるとするじゃないですか5人いるからあっ5個カプセルあるからそれぞれ1人ずつに1個ずつ投げようと思ってだけど1個ずつ投げてもだなんか誰のアバターももらえないから気をつけてくださいねだから5個ずつ投げないとダメなんですよ同じルームで気をつけてねじゃあワイは m d <laughs> MDMD MD と DD って基本似てますよねあでもリオの MD はマイキューさん大好きの MD ですから <laughs> 大根大好きの DD やろいいねそれも使える大根大好きそれならリオ DD じゃん大根大好きバージョンの DD <laughs> そうですよここにいる皆さん全員 DD ですからねにゃーって言いながら投げたら当たるのそう当たる確率は急激に増えますそうそのにゃーってただやるだけじゃなくてリオのリオ大好きリオ当たれリオ当たれっていう気持ちを込めてその気持ちをこの手に込めてにゃーって投げたら当たります <laughs> あねあのー、あれだよ もし ST48 のこのアバターが欲しかったら ST48 のこのルームで投げなきゃ当たらないのでもしその ST48 の子が欲しいのに AKB48 さんのルームとかで投げたら AKB48 さんの中の誰かのアバターが当たっちゃうから気をつけてくださいなのでもしリオがリアのが当たりたかったらリオのルームでお願いします このアバターも男の子と女の子バージョンがあるのかなあ、あるあるあある,ある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 ー <laughs> あるよ。いつもあるよね。かわいい。そう、リオはね、今、15個 ?20 個か。今日で20個。今日もらったら20個貯まるので、もうちょっと貯まったらマイキューさんの配信で投げます。ガラケー使ったことないガラケーはね、なんか、つい、 この間までおじいちゃんがじいじが使ってて <laughs> そうじいじが黒のガラケー使っててでなんかちょっと触ったことあるんよだけどあのじいじがスマホに変えたっけそう変えたのそれにあのみーちゃんみーちゃんも使ってたよガラケーなんかスマホにするのがなんかどうしても嫌って言っとってずっとね粘り強くそうでもさスマホの方がさ断然なんか機能も多いし なんか便利だからおすすめ <laughs> <laughs> こわねパぱさんね、もうさターゆずきさんのハートありがとうありがとう知らなかったよかったですお役に立ててほりちゃんさんまらありがとうてか聞いてくださいひよのひよおじいちゃんがめっちゃすごいんですよ なんか90何ぼなんですけどまだめっちゃすっごい活発に動いてなんかスマホとかでもとっくにスマホを使ってるんですけどスマ,ホことスマホとかでもねグループ LINE があるんですよねおじいちゃんとかも入ったそのグループ LINE に写真を送ってくるんですけどお花の写真とかその写真に自分でねなんか手で文字が書けるじゃんかその写真にそんなんもして送ってくるんですよすごくない それになんかあのー、文章にもなんかめちゃめちゃスタンプとか押してきたりとかそうすごいそれになんか剪定なんか木を切ったり木じゃない葉っぱを切ったりしてめっちゃ高いところに登ったりしてるんですよいまだにすごい元気まだ仕事してるのすごくないリオのひいおじいちゃん あリアバターすごーいかわいい女の子だねかわいいリオン欲しいありがとうよかったおめでとうすごーいそうですよただニャーってするだけ <laughs> だったら全然意味がないです気持ちを込めてニャーってやったら当たるうん <laughs> ねえなんかなんか変な隙間に入ってった面白いランパパさんとゆりきちさんの方々たくさんありがとう今ちょうど七時ぐらいですね七時半に終わりますので七時二十五分に断掌読みますパワーって言ったけど当たらなかったでしょだからニャーって言って にゃーって言って押さなきゃダメなよあぶりカロビ DD さん焼き芋ありがとうこんばんはゆずきじさん誰もありがとうサイアンの女の子だけどリオの女の子欲しいあサイアンさんも可愛いえー、みんなめっちゃ当たってるねえー、すごい壇上にもたくさん新アバターが嬉しいあうほ,ほいだ 誰ありがとうリオは今どんなアバターなのなんかここにこうやってピンクのハートを持っててここに「中目名前」って書いてるやつ女の子のじいじたち LINE 使えなかったんそう基本メールか電話な感じだった昔 スマートフォンを持ってないあパソコンだもんねそっかパソコンでね生活してる方もいる <laughs> ーにゃん言ったらクルクルだったそっかクルクルか <laughs> ちゃんと気持ちを込めましたかリオのあたれリオのあたれって気持ちを込めて押さなきゃこんばんは くるくるが当たるということはそれはクルクルにおわけをしたんじゃなくてクルクルにおわけしてるからじゃないの <laughs> えっすごい !YQ さんのアバターだ欲しいその気持ちがリオに行ってからにゃーってしないとリオのが当たるわけないんですそうもし気持ちがクルクルに寄っていたらダメです一生当たりません そうにゃーってやったよっていう風になんかにゃーって押したっていう達成感を味わいすぎて気持ちを忘れていったらダメです。そうにゃーでごまかしてはいけません。そうめっちゃ使いこなしてるんよひいおじいちゃんすごいよね。ほんまに元気なんよ。ほんまに元気。 そうなんかリオのショールームもたまに見てるらしい <laughs> <laughs> 電車の中でも気合い入れた方がいい入れてください恥ずかしかったとしても <laughs> あの体の内側からうわリアツニャーってそしたら電車も速くなりそう <laughs> 燃え上がってください 推しのルームでカプセル投げると推しが出ないって都市伝説。いいえ、その都市伝説は。<laughs> いいえ、その都市伝説は嘘です。その都市伝説は、にゃーで変えられます。にゃーって声は出した方がいいのうんうん。声出した方が効果的だと思います。にゃーって <laughs>。<laughs> ハローさん、嘘いありがとうそう、それに、 ポーズもあればなおよしそうこっちでニャンってやっときながらニャーって押してください JK がこっち見て笑ってる <laughs> ああ本当にやったのウケる通報されそう気をつけて <laughs> JK これかなあそれそれバリーさんエステクマちゃんありがとう <laughs> 気持ちを込めたらアズミンでしたということは気持ちがアズミンに寄っていますね絶対に七並べもアズミンだしね <laughs> もっとリオを愛しなさい <laughs> リオの方に気持ちを持っていくのですそうすればリオのアバターが当たるはずです世 <laughs> 験のえ、なんて読むんだろうわかんないありがとうございます ST ホテル研究生中学二年生十四歳のリオつんこと岡村リオですフォローよろしくお願いします 当たるかけ率ってどのくらいなんだろうでもなんかリオのアバターは当たりにくいっていう噂がある <laughs> 分からんけど <laughs> 当たりにくいっていう噂がありますなんかそう言われるでも多分リオのファンの方が DD の方が多いから <laughs> だからただ単にその d n a の方々が気持ちがリオの方に寄っていない 楽だと思います <laughs> あ分かったそれか本当はリオのアバターが当たってるんだけど当たってないふりをしてその気になってる子のアバターにしてるだけだそうだそうだ本当は当たっているんです <laughs> 電車 <laughs> 電車でに合ってやばい <laughs>。<laughs> 通報されたらリオっつのせいえー、リオが責任を負わなきゃいけない <laughs> なんか一端早くリオ先生になってるそうなんですよリオ先生に早くなりたすぎてなりたすぎてリオって毎年お正月におみくじは引く 引引く引くいや毎年ではないけどいや毎年だ初詣に絶対引きます引く引く今年大吉だった <laughs> 多分分 <laughs> かんない大吉な気がする大吉大吉それで何吉か見てから結びます大吉だったらなんか持って帰った方がいいっていう噂があるから持って帰る リツさんクラッパーありがとう。ゆじきちさんのハートありがとう。ハラーさん誰もありがとう。りょうたさんかわいいありがとう。ゆじきちさんとこありがとう。そう。 よしそう昨日ねちょろっと話したんですけどあのねこれ誕生日あ誕生月メンバー限定キャンペーンっていうのにあの明日からお願いがあります皆さんにそう今日の19時59分であの i スのイベントが終了するので明日からはね是非皆さんリオにこの無料の星を曲げていただけると嬉しいです。 なので今からちょこっと星投げの説明をしようと思いますもし知らない方がいたらぜひぜひ知ってみてくださいそうさっきのこのキャンペーンで50万ポイントを達成したらなんとこのかわいいかわいい大きい大きいクマのぬいぐるみバースデーバージョンがいただけるので楽しみ嬉しい欲しいそうなので皆さん今日までは ビスのイベントに参加している ST48 のメンバーに投げていただいて明日からはリオのルームに干投げしていただけると嬉しいですそうそして期間があるんです期間,期間がなんとじゃん !10 月14日金曜日から10月20日木曜日えっと明日 明さってし明さ後日,明後日3日間ありますのでその3日間でぜひぜひそうもう始まってるんですよ特に14日から始まっててそうアバターガチャの時期とこの時期が被ってるのでそうそして10月30日の人が大賞ということで1年に1回なんですこのチャンスはそうで大賞ギフトはこの 皆さんがよく星投げしてくださっている星無料の星とケーキとお花とショールームタワーとバースデータワーとレインボースターとクラッカーとぬいぐるみが対象できたとなってますそれでは星投げについて説明をしよう言った星投げの説明をします星投げホリちゃんさんバラありがとうはいえっと だけど、そうか。あの、今回は枠がないから、そっか。はい。<laughs> はい。リオの配信が始まる前までに、あの、星を末端にしておいてください。はい。皆さん、今スマホがありますね。今、リオの、あの、配信を見てくださっていると思うんですけど、そのスマホの右端に、こんな感じで星があるんです。そう。 星があると思うんですそうその星を長押ししてみてくださいそう長押ししてみるとじゃろん出ましたそう <laughs> こんな感じで星が5色バラバラバラーと出ています今何個ありますか今何個あるそうその星5色1つずつ全部99個満タンで集めれますもうゼロです <laughs> パソコンで見てますあパソコン ゼゼロロリオ釣り投げてゼロになったあそうそれではいこの5星5色があの全部99個満タンであの集めれますはいそして捨て星捨て星というものがあのめちゃめちゃ難しいんですけどリオも苦労したんですけどあの理解するのに <laughs> ちょっと捨て星はちょっと今は置いときますそして星投げ星投げが 今さっきあの星を集めたじゃないですか、リオの配信までにね。で、あの、まず星の集め方なんですけど、星の集め方は、あの、なんだったっけあの、公式さん公式の、あの、星がもらえるルームに行ってみてください。そしたら、あの、30秒見たら、 ブーってバイブレーションが鳴るかなんかぴょこって出るからそう公式さんのルームに行っていただくとこの星5色が30秒見たらあのそうなのでその10個ずつをもらったら今度は違う公式さんのルームに行っていただいてそうそれをねこうどんどん見ていっていただいて最終的には星5色が全部99個満タンになるように星集めよろしくお願いします。 で星を集めたらちょっと捨て星は置いといと投げ星投げです。ここが重要。星投げ、リオの配信がスタートしたら、すぐに星を投げますパパーマって。そう、星を投げるときなんですけど、あの、10連続でタップしていただきたいです。そう、1、2、3、4とか、何かやりながら、なんか適当に投げるとかじゃなくて、もうそれだけに集中して、10個連続で、 で10個連続で高速でタップしてくださいそうで10個投げるといい,い,いことがなんと10個連続で投げることによってポイントが1.2倍になるんですすごい嬉しいそうポイントが1.2倍になります嬉しい嬉しいそうなんです そうまあとでいカかとかは星投げは意味がありませんので本当にこの,あの星投げはまだいカかは許されません <laughs> はい10連続でタップしていただいてそしてこの星5色99個たまっているのが星を投げて10連続で投げてなんと星5色がロ個全部0個になったら次は星またまた星集めにいきますそう星投げをし終わった後はすぐに星集めにいきたいと思います そうこの星集めなんですけどリオの配信が見たくても見たくてもしょうがなくてもリオのことが大好きで大好きで仕方ない方でもリオの配信は放置して放置して他のまたまた公式さんのルームに星,投げ星集めをしに行ってくださいその時に注意なんですけどさっきあの星集めをした時に行ったルームの方にまた行くと星は集まらないんですよ。そう星が集まらないのででご注意です 違う、まだ見てない方の公式サムルームに星集めをしに行ってみてくださーい <laughs> そうなんですでちょっと注意なんですけどあのリオの配信放置して星集めに行くじゃないですかそしたらまず1個目のあの行くところそのまず A さんの配信を見に行くとするじゃないですか <laughs> さんの配信見に行くじゃんあの公式さんのルームのねある方の配信1人見に行った時に30秒見たら星5色が10個ずつもらえるじゃんか <laughs> もらえた時点で10個もらえた時点でまだ満タンにせずに10個もらえた時点でまずリオのルームにハウスしに来てくださいそう「ハウス」というのはまあ戻ってくるって意味なんですけどはいハウスしに来てくださいリオのルームにハウスよろしくお願いしますね懐かしいハウス そうまずあの1回見て星5色 ×10 個もらったらまずリオのルームにハウスしてください <laughs> はいでハウスしてそのためた星5色 ×10 個また10連続で投げてまた1から0になったら次続けましてあの B さんのルームにまたまた星集めに行ってみてくださいで今度はあの B さん行ったら今度帰ってこずに C さん D さん E さん B さんみたいな感じでどんどん続けて集めていってもらって満タンまで集めてくださいそうで満タンまで集め終わったらあのスマホのね真ん中にねなんかねあのの次解除されるるが何分ですって出るんよそう「次星集めに行けるのが何分です」っていうのが真ん中にピコって出るからそれが出たら。 あのリオのルームに戻ってハウスして全部また10連続であの今さっき貯めた星を全部投げてもらって0になったらそのピコッて出た時間まではリオのルームに滞在していただいてそのピコッて出た時間にまた星集めに行ってみてください。でねあのさっきちょっと飛ばしたこちら捨て星なんですけどもこの捨て星をしないとあの星集めに行ける回数が だから捨て星をしなかったら2週いけるんだけど1時間で捨て星に行ったらなんと3週できるんですすごーい !3 週できるんですちょっと待ってねそう3週できますそう1週分増えちゃうんです <laughs> マグツライターさんレインボースターありがとうそうでイベントの時はきっちりね捨て星も設定してるんですよ そうなのでちょっとステボ星の説明もちょっとしてみます <laughs> はいステボ星というのはちょっと今から耳を澄ませてちょっと冷静になって聞いてくださいねうわーってなったらダメですよそうリオもね最初は「なんじゃこれー!」ってなってたんですけどはいそれではいきます <laughs> ステボスというのはあの星を集めるじゃないですか で星を集めましたそしたらリオの配信が始まる45分前くらいにまあ捨て星の時間は皆様それぞれお好みなんですけどだいたい45分前ぐらいに捨て星をしますバリーさんとこありがとう捨て星っていうのはねあのねあのねあの例えば18時から配信がスタートだとしたら17時15分に捨て星をする時間になりますそう捨て星っていうのは星を捨てるってイメージ にしてくださいそうあのここでさ星集めの時にあの星5色99個満タン貯めてるじゃないですか満タン貯めてるけどここの捨て星の時にあの満タンのままいったらさプラス10個追加されるけど星は99個しか最大まで集まらないから星が捨てられるんですよそう星を捨てることになるから「捨て星」って名前なんですけどその。 その配信が18時にスタートするとしたら17時15分に一星をすることによって次17時15分から3周目がいけるんですよそうあの星星,星投げのなんかなんか基本的な感じは1時間なんですよねそう1時間単位でこうやるんですよ <laughs> ごめん説明が下手くそなんだけど なんか、その、なんだろう。その、捨て、なんか、星この星投げっていうのは、基本的に1時間なんです <laughs>。1時間で考えるんですよ。そう、なので、捨て星を17時15分にしたら、次18時から配信が始まるでしょそしたら、その18時に始まったら次、あの、捨て星を17時15分にしてるから、 次3週目が18時15分にできるんです1時間後のそう17時15分に捨て星をしたら1時間後の18時15分からまた星が集め始められるからそうだから18時始まって18時15分までの間に2周を押しておいたらこの18時15分から3周目がいけるんですそうだから簡単に言うと捨て星をした1時間後にまたまた星集めにいけるから

星を集めていた,だきたいそうあの星満タンにする時間とかもイベントの時は書いてたんですけど十八18時にたまったらたまってる星を投げ切って15分にまた集めに行くのスタイルそう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 。 ライリーさんレインボースターありがとうそうなんか詳しくは YouTube とか Google とかで検索しても出てくるから今のリオの説明が「なんじゃ!」って思った方は <laughs> ぜひ調べてみてくださいリオつの説明前嬉しい <laughs> リオ先生なれるかな嬉しい 結構前2時間前そう配信が始まる2時間前に星満ンタンにしていただいてで配信が始まる45分前に捨て星をしてください今何ポイントとかって分かるのなんかねどっかに載ってた今ね27万ポイントだったような気がする 最近ねめっちゃねお茶が好きになったんよ <laughs> そうでねこの橋投げをしてくださる方が多ければ多いほどこの 達成ポイントも増えてこのクマちゃんがゲットできるチャンスも増えていくのでそうこの対象ゲストとかこの無料の星とかであの 50, 50万ポイントまでいったらなんとこのクマちゃんのねぬい、ね、ぐるみがもらえるので是非皆さん明日からご協力よろしくお願いします。 あずみんがソラフとご飯行く約束したみたいだからりおちゃんもマイキーって行こうえどうやって約束したの <laughs> でも連絡先さ交換できないからさなんか難しくない説めできたら嬉しいルイボスティー飲んでないのこれルイボスティーだよ おっ今28万9千ポイントまで来たね嬉しいあとちょっとあと半分か半分ぐらい皆さん明日からよろしくお願いしますそうなので今日もねはあの b i s の ST48 のメンバーに星投げしていただいて明日からぜひリオの星投げにご協力よろしくお願いしますみんなありがとうねありがとう 君んさんクラッカーありがとう20分だもう早いオメイさんクラッカーありがとうそれではてかさ壇上のアバターがすごいんだけど見てみんなみんなも見てみてすごい大体の方がみんな新アバター茶色い かわい,いなんかパンプキンの色だよねかわいいパンプキンチョコみたいな <laughs> コナンさんクラッカーありがとうそれでは告知告白をして誕生を読みたいと思いますよいしょごめんねこのボード後ろ剥がしてないんだけど今度は剥がしておきます ブログは研究者や担当式好きになっていてリオは毎週木曜日を担当していますえっとしあさってにブロリオツンのブログがなります有料ファンクラブの方からブログ読めるのでぜひ読んでみてくださいそして ST42 メール過去モバイルメールアプリ版とウェーブ版の2つがあってアプリ版はメールアドレスがいらなくてウェーブ版はメールアドレスがいりますリオが届けるメールの内容や届くタイミングや 愛はどちらとも同じです何人でも登録ができて無料体験メールもあるのでぜひぜひチェックしてみてください登録してくださっている方ありがとうございますそして返信方法は第1話モアメに直接よろしくお願いしますあのねモアメに直接して返信をしてくださったやつはあの写出し人が出ないので本文の中に名前を書いていただけると助かりますそして第2話ツイッターでも返信をよろしくお願いします そのハッシュタグリオとツンツンで投稿よろしくお願いしますたくさんの返信いつもありがとうございます全部読んでますありがとう受験のゆうきさんありがとうございます STO で研究生中学2年生14歳のリオツンことラリオですぜひフォローよろしくお願いしますそして今週今週末じゃない今月末か 今月末に ST48 研究生公演とスペシャルサポーター限定企画 ST48 ハロウィン2022スペシャルコロッケナイトがあります日程は10月30日日曜日会場はエディオン神与町ホールで、えー、ST48 研究生公演の時間は17時15分会場12時開演で45分程度のパフォーマンスになってますこちらは配信がございますのであの落生しちゃったーって方はねぜひ配信を見てくださいそして こちらは三部、そう、二部がマイカーさんの公演になってます。そして、三部はスペシャルサポーター限定企画。S. T. ホローティービ花火二千二十二カラオケナイトが、スペシャルカラオケナイトがあります。カップ付キ石くんさん、とこ、ありがとう。そう。はい、この、こちらは、あの、スペシャルサポーター様限定のやつになってます。時間は十七時十五分、会場十八時開演です。こちらは配信がないので、ご注意ください。 もし来てくださる方はぜひリオのペンライト紫 <laughs> 紫と黄色の2色なのでぜひ振ってくださいあのペンライト以外にもうちわやボードやラブビームなどよろしくお願いしますカープヅキジ君さんのハートありがとうそしてティーフォ STU48 クリスマススペシャル企画ストーチメモリアルクルージングがあります はいこちら12月18日日曜日集合場所は広島港ですえっと一部と二部どちらとも研究生出させていただきます時間一部が9時半から12時40分二部が14時50分から18時です是非こちらねまだ受付中ですそしてグッズのお渡し会お話会そしてメンバー個別撮影もありますので待ってますみんな広島港に集合だよちょっとそう場所 場所ってて書いてちょっと集合場所だったからちょっとここにピコって書いたんだけどよろしくお願いしますそしてなんか遠足みたいだよね集合場所ってめっちゃ楽しいそういうの好き集合場所って書き方好きよ <laughs> そして集南オービットもありますこちらは11月6日日曜日山口県で、ね、集南ライジングホールであります 時間はオープン10時半、スタート11時、ST48 の出番は16時55分から17時半です。こちらまだ受付中なので待ってます。そう、山口県でこうパフォーマンスをしたりとかイベントしたりするのは初なので、めっちゃ楽しみ。そして、まだまだあります。ピールルアップ さん全国炎のツンマンライブにも研究生4人で参加させていただきますこちら日程は11月19日土曜日会場はライブ版休止です次回はオープン12時半スタート13時になってますこちらはピールズアップルさんのライブに研究生4人で出させていただく形となってありますこちらもねまだ受付が受付しているのでよろしくお願いします それでは壇上を読みます今回の再販の決済木曜日までだねそうなの海賊ねありがとうお疲れおおお伝えてくれてそうそういえば今日さあの第1再販第6次がさ今日の13時までだったけどみんなどうだった <laughs> 当選したみんな間に合ったかな13時まで大丈夫だったかな もし忘れていた方はいないか忘れていた方はいないかそう研究生ツイッターであのコラージュのいつものスターよね当選したんだありがとうそうあの決済大事のボードもまた見せんといけませんね それでは、ダンジョン読みます。十三位九さん、ありがとうございます。十二位隣のにとのさん、ありがとうございます。十一位カープ好きよしくんさん、ありがとうございます。十位ほりちゃんさん、ありがとうございます。九位なりちゃんさん、ありがとうございます。 8位、雅俊さんありがとうございます。7位、いちごさんありがとうございます。いちご <laughs> これはいちごです <laughs>。6位、鈴鹿さんありがとうございます。5位、ライリーさんありがとうございます。4位、かむねパパさんありがとうございます。3位、ボビーさんありがとうございます。にゃんにゃん。

になっちゃった。ごめん。<laughs> こんばんは。<laughs> 皆さん見に来てくださってありがとね。<laughs> 読みにくいみみたいい読みにくいわけじゃないよ読みにくいわけじゃなくてリていは普通にただたれ間違えてゆずきちゃんって読んじゃったのみんなありがとう見に来てくれてさあ皆さんビ i s のショールームイベント今日の19時59分までです 皆さん最後まで一緒に応援しましょう1位ゆずきちさんありがとうございますありがとうとてかささっきよりもさ壇上のさ新アバターのさ茶色が増えてるんだけどかわいい <laughs> ありがとうそれでは皆さん今日もありがとうございましたそれでは明日もしますのでまた見に来てくださいバイツー用事に行ってきますバイツー